カトゥーン上田達也、スノーマンラウールの倒し方、決定的瞬間公開、躍動感すごい貴重な写真と反響続々。カトゥーンの上田達也が29日、自身のインスタグラムを更新。スノーマンのラウールを倒す写真に反響が寄せられている。上田達也、ラウールを倒す3月にラウール、スノーマンの倒し法を教えて、という質問を受け、身長高いからな。 溝に右ストレート入れて苦しんでかがんだ瞬間顔面に飛び膝蹴りかなと返答したことをきっかけに、数々のジャニーズの倒し方を伝授していた上伝今回、ついに、ジャニーズの倒し方の原点、モデルポーズの練習してるラウールちゃんに遭遇と紹介し、背後からラウールを倒そうとしている決定的瞬間を捉えた写真を公開した。 そして、集中してるところを挨拶代わりに後頭部に奇襲の一撃。何が何やらパニックになってるところを顔面にハイキックでとどめ、とラウールの倒し方を解説。今夜はごちそうだぜ、としとめたラウールを担いでいる写真も披露し、ハッシュタグいつか倒した奴らをハッシュタグ山積みにして写真撮りたいハッシュタグそれが俺の夢、とユーモアを交えて綴っている。